昨夜はよく眠れましたか？旅の道はまさに戦場のようなもの。疲れた体を引きずったままにしてはいけませんよ。帰ってきていたのですか？ちょうど本日の政務を終えたところです。一緒に休憩しませんか？来たばかりの頃は少し慣れないところもありました。そうですね、長年兵学を学んできたからか、新しい場所を訪れると真っ先に攻防について考えを巡らせてしまうのです。敵軍がどこに駐留してどこを攻めるのか、どのような策でそれに対処すべきなのかなど。初めてここを散歩した時も、ここには馬防柵を置き、あそこに監視塔を置かねばと、そんなことで頭がいっぱいになっていました。ええ、後になって私の考えすぎだと気づきました。ここで日々を重ねていくうちに風景にも慣れ、心も徐々に落ち着いてきました。私にとって最も理想的な環境と言えるでしょう。何せ外の世界からしばらく離れ、自分だけの時間を楽しめますので。あの、一部屋借りて兵学の本と地図を置いてもいいでしょうか？よかったです。できればずっとここにいたいものです。そうすれば煩わしい人付き合いから解放され、毎日横になりながら兵学の本を読めます。エネルギーが不足することもなく、毎日活力にあふれた生活、想像しただけで幸せになれます。一人なら少しはなってしまうでしょう。ですがあなたがいるではありませんか。いいですよ。でもどんなお話をしましょうか。私ですか？はい、構いませんが、退屈してしまうかと。あなたの興味が湧くほどの話ではないと思いますので。私は小さい頃よく一人で家にいることが多かったのを覚えています。友達が少なく、人と話をする機会もあまりありませんでした。暇な時はよく家の蔵書を読んでましたね。そのほとんどが政務や外交の指南書ばかりで、数少ない兵学の本が私の宝物となりました。その時思ったのです。将来は幕僚になれたらいいなぁと。主君に策を求められたら、これ見よがしに虎の巻を出すのです。その上、誰にも邪魔されず布団の中で眠ることができます。そうですね、今まで家にこもっていた私が今の地位にいきなり押し上げられるとは思いもしませんでした。今でもはっきり覚えています。就任初日、100人以上の方が挨拶に来たことを。きちんと彼らの名前を覚えようと努力したのですが、結局20人くらいを超えたところで諦めました。最後は仕方なく政務を処理するふりをして、紙に一人一人の似顔絵を描き、その横に名前を記して覚えることにしたのです。ええ、ですからあなたの成長を見るたび嬉しく思うのです。もしかしたらいつの日か、あなたは私よりも人前に出るのにふさわしい人間になり、皆さんの期待を背負えるようになるでしょう。その時は私があなたの幕僚になるのも悪くないと思うのですが、どうでしょうか。できればあなたと一緒に海へ潜って景色を眺めたいです。この世の中は悩み事に満ちていますが、どんな悩みも海の広さに比べればちっぽけなものです。古今東西、年月が過ぎても海は変わりません。水中の世界にいると心が落ち着きます。たまにあなたが無理をしているように感じます。ですので私が普段からしている息抜きの方法をあなたに教えてあげたかったのです。それは確かに問題ですね。あ、少々お待ちください。いい案を思いつきました。
ものすごく大きな泡を作り、私たち二人を包み込むのです。そしてゆっくりと水中に沈めば、一緒に水の中を泳ぐことができます。そうすればエネルギーをより早く回復できるのではないでしょうか。私も誰かと一緒に海へ潜ったことはないので楽しみです。いえ大丈夫です。もともと息抜きのために発案したことですので、どうぞ気楽に。それに私という軍師もいるではありませんか。あなたはゆっくりと休んでいてください。残りはすべて私にお任せを。たまにあなたが無理をしているように感じます。ですので私が普段からしている息抜きの方法をあなたに教えてあげたかったのです。それは確かに問題ですね。あ、少々お待ちください。いい案を思いつきました。ものすごく大きな泡を作り、私たち二人を包み込むのです。そしてゆっくりと水中に沈めば、一緒に水の中を泳ぐことができます。そうすればエネルギーをより早く回復できるのではないでしょうか。私も誰かと一緒に海へ潜ったことはないので楽しみです。いえ大丈夫です。もともと息抜きのために発案したことですので、どうぞ気楽に。それに私という軍師もいるではありませんか。あなたはゆっくりと休んでいてください。残りはすべて私にお任せを。おやすみなさい。明日は私が朝食を作る番ですので、寝坊しても構いませんよ。朝食ができたら起こしますね。帰ってきていたのですか。ちょうど本日の。ゆっくりと味わえばきっと幸福感も長く続くでしょう。帰ってきていたのです。ちょうど本日の。ゆこれはまたあなたに難題を出されてしまったようですね。とても美味しいです。エネルギーも。いえ何でもありません。